して思うんですが、妹の容器は、ペロペロと舌を使いまして、ゆっくりゆっくりと味わいながら飲んでおりますので、とても時間がかかるんです。普通大人のパンダです。大人のパンダたちですと、水を飲む時などは、口をつけまして、ずっと吸うようにして飲みますが、妙に水はこのように飲むことができるんですが、ミルクだけはこのようにゆっくりゆっくりと味わいながら飲んでおります。さあ、スタッフが次に怪人に与えておりますのは、大好物のリンゴです。パンダは主食は竹なんですが、おやつとしまして、副食としまして約1割程度。リンゴや人参、動物用のビスケットを与えております。怪人はこちらの、おやつが大好物でして、向こうで座って食べております。ぜひ座り方にもご注目ください。足を投げ出してとても可愛らしい座り方をしております。パンダとても体が柔らかいため、あのような座り方ができます。さあ、最近はあっという間にミルクを飲んでしまい、おやつを食べておりますが、妹のように、やっと3分の1ほどになってきました。なかなか時間がかかりますが、可愛らしいミルク、その姿ぜひご覧ください。ぜひ、なかなか見にくいですが、手にもご注目してみてください。実はパンダ、美味しいものを食べるときなどには、目を閉じまして、噛みしめるような表情で、美味しいといった表情で飲むんです。目の周りに黒い模様がございますので、なかなか本物の目を見るのは難しいかと思いますが、ぜひ竹を食べているパンダや、今も容器回帰、美味しそうに、ぎゅっと目をつぶっておりますので、ぜひ目にもご注目ください。さあ、それでは、ここからは、パンダについて、質問コーナーを行います。何かパンダについて、怪人容器について聞いてみたいことなど、お客様いらっしゃいますか？どうぞ、この機会にお尋ねください。ただいま、向かって左側で竹を食べておりますのが、お兄さんの怪人。まだミルクを飲んでおりますのが、妹の容器です。今パンダについて質問コーナーを行ってあります。はい、はい、今人間でいうと何歳なんですかというご質問いただきました。ありがとうございます。パンダの年齢に3か4をかけますと人間の年齢に換算できると言われておりまして、今1歳と半年ですので、私たち人間で言いますから、3歳から5歳ぐらいに当たるかと思います。まだまだ子供でとてもやんちゃな頃です。特にお兄さんの場合